皆さんこんばんは。たやさん、今日はお仕事だったんですけど、ちょっと仕事帰りに田中玲奈里奈さんの新作が出るということで、ちょこっとだけしまむら寄ってきました。で、これを買ってきました。袖口と肩にパイピングが入っているジャンパーっていうのかな、コアのジャンパー、あったかいです。これね、とっても軽くって着てて楽ですね。あと襟元はこうやって閉まるので立ち襟になってて暖かいです。ほんでね、もう一つの白いジャンパーがあったんだけど、そっちもうなくって、でそのジャンパーの中にこの白いトレーナー組み合わせてたのがとても可愛かったので、このジャンパーにも組み合わせてもいいかなと思って、この白いトレーナーも買ってきました。ね、この白いトレーナーは袖口のとこにこうやって刺繍が入ってます。イージーライクサンデーという意味でしょうかね。よくわかりません。日曜日は楽しいってことかい？よくわかりませんけど、これなんか白いパーカー一つあると便利かなと思って、ね、いろんなトレーナーの中に着てもいいし、コートの中から着て、こうやってパーカー部分を出しても可愛いし、これはちょっとね、買いだなと思って買ってきました。で、裏起毛なのであったかいです。いいよね。ジージャンの中に着ても白いパーカーは可愛いと思います。はい、今日はこの2点なんですけども、なんか嬉しかったです。帰って明日もお仕事なんですけども、頑張って行ってきたいと思います。今日は2点買ってきました。お値段はジャンパーの方がスタンドコアジャケット2970円。やっぱちょっとね、ジャケットなんでお値段も高めでございますね。白いパーカーは税込1639円でございます。このあれだね、金属になってるこれもなんか素敵、上品な感じね。はい、今日はこの2点を買ってきました。それではまたねー。今日も見てくれてありがとうございます。これにはどんな帽子とバッグを合わせたら可愛いかなー、いろいろコーディネート考えてみたいと思います。